はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソードダスカバージョン 2.0 またやっていきます。前回は4人で仲良く星を見て終わったってところだったかな。てっきりあれで追加クエストはもうバージョン 2.0 では終わりかなと思ったんですが、まだあるそうなのでやっていきたいと思います。もしかしたらキャンプ地点のどこどこで寝るとこういう別行動クエストが始まりますよとかではなくて、何度か同じキャンプ地点でも寝ればまた新しいクエストが受けられるようになるっていう形だったかもしれません。というわけで、またもうガルラがこれでもかこれでもかってぐらいもう腹に詰まるぐらいシチューを飲んでおりますが、これはまたグラディオとのまた別行動クエスト、ちょっとした慈善活動、装飾品のブローチを探しに行くと。さあ、連携攻撃をねした時ぶりのグラディオとの別行動クエスト、行くぞ。行こうぜ。でブローチを探す、誰のやつなんだろう。スモークアイがいた森を目指す。なるほど。落としたのかな、グラディオのものなのかな。ということはもしかして注意してけ、スモークアイと戦闘になったりすんのかな。俺が先に出て動きを止める。そしたら続け。順番いらないだろう。言うこと聞いとけって。行くぞ。じゃあちょっと準備運動がてらガルラ買っていこうか。結構いるけど、とりあえずね、小さいやつはねリンクロスリンクしづらいのでファントムソードでババッとやっちゃおうか。さっそく助けようぜ。さあ、こんなところかな。こいつもやっとこう。あ、まだ小さいのいた。よし、でっかいやつだ、目的は。これ倒れないかな。アーリー、うまく合わせろよ。よし、ここです。外すなよ。見てろよ。あ、バストコギになっちゃった。あとこいつか、グラディオがねうまくね吹っ飛ばすと思うんだよな。あれ、おお、やった。よし、マスタークロスレベル2。よし、オッケー。じゃあこんなところで、またスモークアイがいた霧がかった森の中でブローチを探すと。あら、減ったな。さあ、近くまで来たけど黒チョコボがいる。黒チョコボがいるけど乗れはしないんだよな。いや、久々にねスモークアイの住処のところにも来るわけだけど、最初の方ね、初めて来てスモークアイと戦闘した時はね、ちょっともうね、自分で見返してみてもね
あまりにもグダグダすぎるバトルだで、バトルであれはちょっとひどかったんだよね。だけどファントムソードがもう手に入れてしまえば何も怖くない。どっから入るんだっけ。さあここだな。木がねたくさん打ち倒されている入り口。スモーク界は人を襲います。ね、スモーク界が襲ってこないように願いたいところだけど。この辺は東鉄が出てきたんだっけな。この辺にもなさそうだ。もう切りかかってきてるな。すごい切りかかってる。お、なんかあミスリルジョイントじゃないよ、竜の鱗だ。いろいろねフィールド体験版というでもフィールドが限られていても意外と見落としてるアイテムも結構ある。お、あった。あ、違う、これスモークアイの住処の入り口じゃないのこれ。ここ前通ったもんな。モンスターは全く出てこないな。あ、出てくる。気をつけろ。ファントムソード。これなら余裕。伏せろ。お、頭骨も来た。メイコタ。伏せろ。本当に楽勝だ。強いな、ファントムソード。気がどんどん深くなってきたぞ。こっちでいいのかな。ここスモークアイがいて岩陰を隠れ進みながら住処を探さなかったっけな。ここはさらに来い。お、さらに別々に探すのか。分担してブローチを探す。大丈夫かな。何もいない。鳴き声すんげえするけど。ここはあのスモークアイを隠れるように進み終わったからあまりこの深い霧がかかった周辺は散策はしていないけど、アイテムが落ちてる。あ、ポーションか。お、これかな。これ取ってスモークアイがバーンって出てきたりっていうオチかな。花のブローチだよね、だよね。どっから来る。一旦合流する。え、でも一人でも倒せんじゃないかこれ。アリー切れちゃったな。これ無限脇かな。一旦退却する。冗談抜きにヤバそうだよ。分かってんじゃん。あ、来た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 。頭骨
倒す。あれもこいつだけじゃね、まだいるか。リンク攻撃、もうほとんど体力ないな。マスタークロス、オッケー、ほとんどノクトが倒しちゃったな。スモークアイが出てくるってことはなかった。スモークアイってこっちにいるんだっけ。ちょっとだけ見ていこう。ちょっとだけ見ていこう。ここでね、何十分もかけて戦闘した記憶があるけど、いるのかな。あれ、いなくないか。スモークアイいないな。よし、じゃあ帰ろうか。成果報告をしとこう。よし、帰ってきた。何をしてるかな、テントでは。発展してるかな。あ、いつもな感じだな。無事に着いたな。ああ。スマホいじってる。よし、休もう。調理器具の手入れと、また散歩か。行くか。よし、行こう。さあ、ちょっと念のためにまだ追加クエストがあるのか知りたいので、ちょっともう一回寝てみよう。寝なかったらすぐカットしよう。ないっぽいな。よし、じゃあ今回はここまでではなくて、最後にカドブレファスを一応召喚獣なしで倒してみたいので、ちょっとそこだけを黙々と倒して、まあ、攻撃を繰り出していくっていう動画だけで、締めくくりたいと思います。で、カットひたすらカトプレパスに切って、まあ、特に倒しても特別何があるとかではなくて、単に経験値が得られるだけで実際は終わってしまうので、まあ、特力がないのでそこまで持たないと思うので、とりあえず召喚獣なしで倒していきたいと思います。しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。失礼しろ。
3分間待ってやる。みんな無事か。